吉田正夫、吉田正夫、吉田正夫、1914年4月14日から1996年5月23日は、昭和初期に活躍した中東学校野球、大学野球及び社会人野球の選手。昭和6年、1931年から昭和8年、1933年にかけて、夏の甲子園大会で3連覇の偉業を達成した。 中京商業学校、現、中京大学附属中京高等学校のエース。甲子園で、史上最多となる23章を記録した。愛知県一宮市出身。一宮市立第4小学校在学時に、小学野球で全国優勝を経験した。昭和4年、1929年中京商業に入学し、野球部に所属した。当時、 中京商業野球部は技術コーチとして明治大学野球部監督岡田源三郎を招聘していたが、この岡田の指導によって徹底的に投球フォームを強制された。3年生春の選抜大会から5年生夏の全国大会まで6期連続で甲子園に出場し、春は準優勝1回、夏は優勝3回、3連覇を経験した。この間、 勝ち負けはすべて吉田につき、甲子園通算成績二十三勝三敗という、史上最多勝利記録を残した。五年生夏の全国大会では、首相として、出場、選手先誓して優勝している。卒業後は、明治大学に進学した。東京六大学野球では、昭和十一年、1 9 3六年、春季リーグ戦で八試合当番七勝一敗で、 優勝に貢献するなど、在学中29試合に登板し12勝5敗という成績を残したが、途中で肩を痛め、昭和13年、1938年に外野手に転校した。昭和12年、1937年春から昭和13年秋にかけての史上初の4連覇の達成に貢献し、最終学年では首相を務めた。大学卒業の際には、 プロ野球入りを検討するも、当時のプロ野球選手の社会的地位は低いものとされており、後に妻となる女性の父から職業野球選手にならないことを条件として結婚をされたため、プロ野球入りを断念、アマチュア野球に徹することとなる。昭和14年、1939年、藤倉伝線（現、藤倉に入社し、野球部では当主に復帰した。 その年の都市対抗野球大会に東京市代表で出場し、全4試合を連投して優勝に導いた。藤倉電線はこの大会で2連覇を達成し、吉田は最優秀選手賞である橋戸賞を受賞した。その後は藤倉電線野球部を解組した全藤倉野球部のコーチなどを歴任し、昭和39年、1964年から、 中日新聞専属のアマチュア野球評論家となるなど、一貫してアマチュア野球に関わり続けた。平成4年、1992年に特別表彰で野球伝道入り。平成8年、1996年5月23日、胃がんのため没した。去年82、11から0川越中学、3から0第一振興商業。 3から0和歌山中学、0から2広島商業。これが、中京商業にとっても春夏通じて、初めての甲子園であった。吉田は3試合連続完封をやってのけて、チームを決勝へ導いたが、2点に抑えるも打線が、広島商業エースハ山元春を受けず、広島商業の夏春連覇を許した。4から3は瀬田実業、19から1秋田中学。 5から3高齢中学、3から1松山商業、4から0か吉野林。東海予選では、全6試合完封で、甲子園に出場した。1回戦の早稲田実業戦では3点先行を、許したがサヨナラ勝ちで救われ、そのまま4試合を完投で決勝へ進出した。か吉野林も初出場で、エース春勝を要していたが、吉田はあっさりと完封し、 初出場初優勝を成し遂げた。3から1平安中学、3から2境で商業、8から0長野商業、2から3松山商業。夏春連覇を目指し順当に勝ち進んだが、準決勝で松山商業エース三森秀夫に投げ負け、夏の雪辱を果たされた。松山商業はこの大会で優勝した。5から0高崎商業、7から2長野商業、 4から0熊本工業、4から3松山商業、延長11回。高崎商業戦は1安打完封、熊本工業戦では途中で3塁手に回った。決勝は9回1島で3点差の楽勝ペースだったが、失策と3連打で同点とされた。しかし、延長11回左右なら勝ちで2度目の優勝投手となった。3から0島田商業。 1>, 1から0強国商業、延長13回22奪三振、3から1強栄商業、0から1赤市中学。2試合連続カンプルと22奪三振、強栄商業との愛知県対決も制したが、赤市中学エースの楠本保が立ちはだかった。中京商業は3安打しか打てずカンプル負け。赤市中学の決勝点は吉田が与えた、押し出し支給だった。 11から0全輪商業、ノーヒットノーラン、3から2何和商業、2から0大正中学、1から0明石中学、延長25回、2から1平安中学。3連覇への道は厳しく、楽に勝てたのは1回戦のみであった。何和商業戦では3回に3塁のバックアップに入った際、外野からの送球を顔面に受け、左まぶたを3針縫ったが続投した。 準々決勝は、藤村文雄がエースだった、大正中学を完封。そして3日後の準決勝は、伝説の延長25回の死闘、明石中学、中田武夫との壮絶な投げ合いを演じた詳細は、中京商タイミング席中延長25回を参照。この試合で、吉田は336球を投げることになったが、試合後に、明日の決勝では投げるのですか と尋ねる記者に、明日はまた、明日ですよ。今夜ぐっすり寝てみたら何とかなりましょう。と言ってのけた。しかしさすがに336球の影響は、隠しようがなく、翌日の決勝では重視支給を健常。吉田としては、肩が言うことを聞かず、ボールの行方はボールに聞いてくれとの心境であった。それでも終わってみれば、被安打に、失点1に抑えきり、 前日の言葉通り本当に何とかしてしまったその右腕には不思議な人数力が秘められていると評された。右投げのオーバースロー。球種はストレート以外にはカーブしかなく、その配分もストレート9、1カーブであったという、シュートも習得したが封印、口述。前述の岡田源三郎に指導を受けてコントロールを徹底的に鍛えられ、4年生で投球スタイルが 完成。最大の武器は、外角低めに決まる、快速球。吉田と対戦した、明石中、深瀬は、監督、高田勝夫から、お前らは、吉田君の友を絶対に、連打できないのだから、デッドボールででも良いから出塁することを考えろと、言われてました。とにかく外角低めにビシビシと決まる直球に全然、手が出なかった。という。 事実1933年の選抜の準決勝で、中京賞と対戦した際、決勝点は一四万塁から福島が、打っても当たらないら、とユニフォームをわざと打つかせて、死球を狙い、死球、押し出しで決勝点となる一点を取って勝利した。投げる球種は90%がストレートだが、ブレーキ鋭いカーブ、ドロップ名も持っていた。5年の初めに落ちるシュートを習得したが、 それで肩を壊しかけたため、シュートは封印した。中京商業以降3連覇を達成した学校はない。この3連覇について、吉田は生前、自慢するわけではないがと前置きして、もう3連覇なんかできっこない。と言っていた。その理由として、昔とは野球の質が違う。として、金属バットや打撃技術の向上を挙げ、もし3連覇できるとするならば、 打者のバットが届かないところにストライクを投げられる投手がいること、と述べた。平成18年、2006年の夏の甲子園決勝では、駒沢大学附属苫小牧高等学校が73年ぶりの3連覇に挑んだが、惜しくも達成はならなかった。駒大苫小牧のエース、田中正宏は、打者の手元で変化する球、すなわちスライダーを得意としていた。 台湾国立歌吉農林学校、現国立歌吉大学野球部の活躍を描いた台湾映画、かの1931回の向こうの甲子園が2014年2月27日から台湾で公開された。超鎧源が吉田を演じた。ただし、映画では当時3年生、5年生だった吉田をキャプテンとしている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。